こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。今回もですね、業界のニュースをお伝えしてまいります。パズルゲーム Q100万ダウンロード達成記念して新しい問題を無料配信が決定ということで、こちらですね、リーカというですね、会社さんがですね、配信しているゲームになるんですけども、かなりですね、難しいそうです。その難しさがですね、話題を呼んで、配信、6日目にして100万ダウンロード突破というところですね、非常に好調な滑り出しのゲームになっております。今後もですね、多くのですね、クイズが、追加されていくのではないかというところもですね、期待されますので、ぜひ興味のある方はですね、お早めに、見てみていただければと思います。ロゴのデザイン、そうですね、なんかも、結構シンプルにですね、アルファベットの Q が一文字入ってるだけというところ、なかなかですね、そういったスタイリッシュというか、どんな感じのゲームなんだろうというところをですね、書き立てるような、ものになっておりますので、ぜひ一度チェックしてみていただければと思います。こういった形でですね、さまざまな動画、配信しております。もしよろしければ他のものも見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。